だから おい、お前また会社辞めたんだってな。これで何社目だよ。いや、さらっと言ってんじゃねえよ。さらっと18社目ってどういうことなんだよ。あ、おいおいおい、どうした、大丈夫ですか。もしもーし、あのな、そろそろ考えるよ。おめえの周りに2年で18社辞めてるやついるか。おい、てめえいい加減しばくぞ。黙れ、気持ち悪いんだよ。はっは、お前あれだろ、自己啓発読みすぎて錯乱したパターンだろ。何読んだ、カーネギーか、ナポレオンヒルか、水野啓也か、言ってみろ。から、福本、ざけんな。おめえ今年いくつなんだよ。いい年こいて漫画に影響受けてんじゃねえよ。てかカイジはそもそも20代だろ。おめえ30代後半になってざわざわしてる場合か。一攫千金のチャンスなんかそこらに落ちてるわけねえだろうが。んだと、うるせえ、黙れ。おめえ今なんで利根川になった、なんで資産家サイドから私に説教したんだよ。説明しろよ。こら、てめえはいつもそうなんだよ。根拠のない漠然とした自信、やってくるはずのねえ得体の知れねえチャンス、そんなもん妄想して目の前の現実から逃げてるだけじゃねえか。何が怪事だよ、特急か。てめえはそのまま甲府行って仕事見つかるまで帰ってくるな、ボケ。うるせえ、黙れ。ああ、私もうおめえ一生じゃんけんでも練習してろ。私帰るわ。もう本当に次こそは頑張ってよ。約束破ったら罰金2万ペリカだからね。じゃあお金もったいないし、お家でカイジでも見よっか。行こう。